マイフス。マイフス。マイフェスは、メガソフト株式会社が販売しているテキストエディタである。1985年に PC、PC-9800 シリーズ、MS DOS 用として、初めて販売され、2015年5月現在、Windows 版、Linux 版、最終更新は2005年のバージョン1.03、MS DOS 版、DOS。 V 版および PC-9800 版。最終更新は1994年のバージョン5.5が販売されているが、開発が継続されているのは Windows 版のみである。i る W 言語と呼ばれる組み込みのマクロ言語を実装しており、柔軟なカスタマイズが可能である。MS DOS が主体の頃には高速かつ高性能なスクリーンエディタとして、発売当初は、 プログラミング開発を目的としたエディタであったが、バージョンアップによって文書作成機能が強化され、バージョン9で CSV 編集モード、バージョン10で XML 編集モードが追加された。またバイナリ編集モード、2GB までのファイル編集、100個までの同時オープン、それに様々な文字コードに対応している。Windows 版のバージョン8では、オンラインライセンス認証が必要になった。 バージョン9では、ライセンス条件が変わり、1ライセンスで2台のコンピューターと USB メモリにインストールできるようになり、ライセンス認証は採用されていない。ファイルを開くとき、内容を調べて、文字コードを判別し、シフトジスに変換して表示する機能。バージョン7までは、ファイルを閉じるときには、本来の文字コードに変換して保存できた。ただしに変換して、 処理を行うためシフト i s で扱えない文字を編集できないという制限が存在したが、Windows 版のバージョン8より内部処理がユニコードに変更されシフト i s で扱えない文字も扱えるようになった。なお、拡張紙に応じてあらかじめ規定の文字コードを指定しておくことも可能である。現在編集中のファイルの中から指定した文字列を検索あるいは置換する。 検索文字列には、メタ文字、ワイルドカード及び正規表現の指定が可能。検索文字列を一括ハイライト表示することもできる。なお、正規表現の入力を支援するための GUI も備わっている。マイフス独自の正規表現の方言は、やや強く、パールや ECMA スクリプットなど、他のプログラム言語やエディタの正規表現に慣れているユーザーは、この支援機能を用いると、 正規表現を完成させるのが楽になる。なお、マイフス9からはこれまでのマイフス独自の正規表現に、加えて、パール形式の正規表現をサポートするようになった。以前のバージョンの独自正規表現では、不可能だった、直前のパターンの指定回数繰り返し、および先読み、後読みの工程、否定といった柔軟かつ強力な正規表現を使うことができるようになる。 また、複数の文字列の組を一度にそれぞれ置換する複数置換機能も備えている。ディスク内の指定フォルダ以下に存在するファイルの中から指定した文字列を検索して一覧表示する。検索文字列にはメタ文字の指定が可能。検索結果一覧表示において各項をダブルクリックすると該当のファイルを開いて該当の行に移動するリンク機能が備わっている。 検索するファイルの拡張紙及びタイムスタンプの範囲指定も可能。ディスク内の指定フォルダ以下に存在するファイルの中から指定した文字列を検索して置換する。半角文字と全角文字の相互変換、センタリング、引用不挿入などの成形機能。バージョン9では行の相と行の単一化といった機能も追加されている。ファイル管理ツールとしてのファイルでは、 msdos 上でのファイル一覧に似た画面上でファイル操作ができる。ユーザーの一連のコマンド操作を記録してマクロとして登録しておくことができるキーボードマクロ機能を備える。マクロは独自のコンパイル言語ミル・ w で実装されており、マクロプログラム、マクロソースはマイフスアプリケーション自体によって自動生成されるほか、ユーザーがマクロソースを記述して ライブラリーとして登録することもできる。m イ f u s バージョン9では、バージョン管理ツールであるサブバージアン及びマイクロソフト、ビジュアル、ソースセフトの連携が可能となっている。m イ f u s の GUI 上から、サブバージアンあるいは、VSS のチェックアウトチェックイン、コミット、比較や履歴表示といった機能にアクセスできる。なお、マイクロソフトチームファンデーションサーバー。 TFS には対応していない。m イ f u s は標準でタブ MDI 動作をするが、オプションで SDI 動作に切り替えることも可能である。メニューバー、ツールバー、コンテキストメニューのカスタマイズはもちろん、画面各部の色やツールバーで使用される。アイコンイメージさえもカスタマイズ可能となっている。またユーザーが自由にコマンドを割り当てて使用することができる ユーザー定義バーを作成することもできる。カスタマイズ情報は項目ごとにファイルでインポート、エクスポートが可能となっており、以前のバージョンで作成したカスタマイズファイルを読み込むこともできる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。